こんにちは、鈴木です。今日もですね、皆様にトレーナーとしてのですね、知識、考え方などをですね、提供させていただきたいと思います。よろしくお願いします。結構ですね、最近ですね、トレーナーを今から始める、もしくはになりたてぐらいですかね、1年未満みたいな方とですね、いろいろなこうね、お話をさせていただく機会がありましてですね、結構皆さんね、こういうことを聞かれるんですね。何から勉強したらいいですか？何から自分は取り組んだらいいですか？どこをスタートにしたらいいですか？っていうことをね、結構聞かれる方が多いです。まあ確かに当然ですよね。一番初め何からスタートしていっていいんだっていうのは、やっぱり皆さんなかなかね、疑問に思うことです。まあ当然ですよね。何もない状態、まあいわゆるスポンジの状態というかですね、に、何かをこう知識を入れていく、経験を入れていくわけですから、その初めに入れるものがおそらくですけれども、その方のベースになってくるっていうことですよね。ベースになってくる、その人のものの考え方、その人の指導の仕方のベースになっていくものをね、仕入れる、ね、取り入れていくわけですから、やはりこのね、何から勉強したらいいですか、何をやった方がいいですかというものはね、非常に、まあ、注意深くというかですね、慎重に選んでいただければなと思います。で、このトレーナー業界ですね、とかくやはり、こういったもの、まあ、当然じゃあ当然なんですけれども、筋肉ですね、っていうもののね、ベースにものを考えるというのがね、まあやはりですけど主流です。どこどこ筋が弱いからとか、どこどこ筋をつけましょうねとかね、っていうものがやはりね、ベースとなっていろんな物事を考えるっていうことが多いです。まあやっぱりだから筋肉ベースとでも言いましょうかね。例えば何か動作ができないときも、ここの筋肉が弱いからです、ここの筋肉が硬いからです、ここの筋力が不足しているからですなどというような形でね、この筋肉筋力ベースというもののね、ものの捉え方ということがね、結構往々にしてあるのかなと思います。まあそれはね、それでいいとは思うんですけれども、ね、私のね、指導ベースっていうものはちょっと違います。私の指導ベースというものは一体何なのかというと、こんな言葉で表されます。内的な運動量の一致ですね。内的運動量の一致というものが私の指導のベースになってるわけです。なんだそれって感じですよね。内的運動量の一致というものが私の指導のベースになっています。一致の地ってこれ違いますかね。私ちょっと漢字が弱いので、これがっちかな、うん、こっちですね多分ね、すいません、これ等、一等になっちゃうんですかね、一致ですね。内的運動量の一致というものをですね、ベースに私の指導というものは成り立ってます。何なのそれって話ですよね。筋力ベースだとやっぱり分かりやすいわけですよね。例えば上腕二頭筋がどうのこうの、腹筋がどうのこうの、背筋がどうのこうのっていうふうにして、まあこうね、論じやすいんですけれども、私の指導のベースは内的運動量の一致ができているかできていないかというものをベースにしてトレーニング指導というものを進めています。どういうことかというと、非常に簡単に言っちゃえばですよ、非常に簡単に言っちゃえば何かというと、バランスです。バランスです。で、この時のバランスっていうのはね、こういう音とかっていう、こういう、ね、平行感覚のバランスではないです。何かというと、力と力のバランスということです。力の釣り合いっていうイメージですね。そのバランスです。例えばですよ、ね、このように立ってます、ね。このように立ってる時には、特に力は何も発生してないですよね。重力というものは発生して、それを支えるという、ね、力は発生してますけれども、何か新しい、ね、発生ということに関しては、
あまり怒ってないですよね。もう常にずっと働いてるわけですよね。じゃあここからですよ。パッと右手を今横に出しました。そうすると私はバランスを崩しましたよね。右手をパッと上げたことによって右側にバランスを崩しました。何かというと、このように立ったところから右腕をこちら側に向かってパッと動かしたわけですね。ということはこちら側に力が発生するわけです。発生ですね。発生。しかし体の中心に対して左側には何も発生していないですよね。ということはこれ何かというと力のバランスが取れていない状態になるわけです。力のバランスが取れていない状態になるわけですね。そうなるとどういうことが起こるかというと、この中心に対して、ね、こちら側に力を働かしたので体全体がそちら側に持ってかれるっていう現象が行われるわけです。持ってかれるという現象が行われるわけですね。じゃあこれが倒れない範囲でずっと起こってたら一体どういうことが起こるかっていうと、当然体の歪みであったりとかどちらかの不均衡なんていうものが生まれてしまうっていうことですね。だから何かの動作をするときに、ね、必ずこの内的運動量が一致しているかどうかっていう観点をベースにして、それがなぜ行われないか、なぜ内的運動量が一致しないのかっていうところを指導していくっていうのがね、結構指導の主なスタンスになってきます。どこどこの筋肉が強い弱いはあくまでも結果だと私は思ってます。結果です。内的運動量が一致しないことによって起こる結果として筋肉の不均衡であったりとか歪みであったりとか、ね、そういったものが生まれてきてしまうということですね。だからこれを改善したところでこれが治らない限りまた不均衡は生まれてしまうよということです。ちょっと分かりますよね。なので必ず、ね、ベースとなるものは内的運動量一致というものがベースになって指導、体に対するアプローチというものは発生しているということです。まあ、どの、ね、ベースを、ね、基本にして指導をしていくかというのはね、本当に三者三様いろいろあると思いますけれども、こういった、ね、観点をメインの指導の、ね、ベースとして、指導をするというのもね、一つちょっとね覚えておくといいかもしれませんね。もしねもっと詳しく知りたいっていう方はね、ぜひご連絡いただければですね、いろいろ教えさせていただきたいと思いますのでね、今日はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。